進撃のマインクラフトデゲデンデゲデゲデンというわけで、ねえ、ひまわりいっぱい生えてんね。いやー、今このオープニングを撮るまで周り見てなかったけど、見てください、この一面のひまわり畑。いいよね。いやー、癒されるな。てか肉、お腹めっちゃ減ってるじゃん。ねえ、お肉の持ち合わせはあんまないんだけど、持つかな。焼き鳥と焼き羊肉、ジンギスカンかな。ねえ、北海道行きたいですね。北海道って何が美味しいんだろう。全部って言われた全部って言われた。身も蓋もねえよ。ねえ、最近なんか北海道に行きたいという感じがある。今度右左上か、この方面に行ってみましょう。ね、こっち方面。ひまわりめっちゃあんね。ねえ、北海道行きてえな。北海道って何が欲しいのって言ったら全部って言われたもんね。いや、その中でも。お、牛さん。行けども行けども出会うのは動物ばかり。ね、人里はどっちですか？あっちだブー。このまま行けブー。ねえ、牛さんなのにブーつっちゃって、もうだよ。ねえ、もう美味しいよね。ねえ、森をかき分けやってきたけど、これは今どの辺なんだ？もうちょい向こうか。この山を越えた先？やべえ、この山越えられそうにねえ。山を沿っていくしかねえ。お、これなんだろう、スズラン。あれ、名称とか出ないんだ。ボタンか。へえ、花はま、詳しくないんだよね。ねえ、ボタンの花言葉とか何かあんのかな。お、なんだ、ここにもダンジョンが。いや、人里を探してからダンジョンに行きたい。ねえ、村全くリスポーン してないとかだ、ないよね。こっち方面か。ねえ、こっちはまだ行ってない。めえ。ねえ、女性受けを考えよう、パート2。ねえ、だらだらしてるところも、なんかこう、トークで繋げばいいのさ。なんだろうね、最近のテーマ、女子受けのテーマって、インスタ映えとか、タコがいっぱいいるな、渡れるここ。ん？あれに取り付いていけばいいか。ねえ、インスタ映えスポットとかってみんな最近やってますもんね。タコに襲われなきゃいいんだが。よっしゃ。やべえ、夜になってきた。待て待て待て。いや、あそこにもなんか木がいっぱい生えてんだけど。やばくない？なんか千枚棚みたいになってる、あの辺。やっべ、一旦寝よう。夜の間しか眠ることはできません。まだ夜になってないの？ねえ、日が落ちるのを見てしまった。ねえ、日が落ちる瞬間を眺めていたのは、いつぶりだろう。ほら、こんなに綺麗な夕日が、僕たちを照らしてくれます。さざ波は燃えて、よし、寝れた。ねえ、夜は怖いモンスターがいっぱいだからな。ちゃんと寝よう。さてと。こっち方面か。この地図の周りの余白も、あれなのかな。まだ行ってないところなのかな。ねえ、
この森を攻略しなきゃいけないのか。迂回しちゃダメ。いてててて。ね、迂回しよう。てか、本当にあんのかな、人だと。さ、なんか体力はね、この右のお肉のゲージが満タンの時に回復するらしいよ。なので満タンにしようね。ねえ、いや、ないんだけど。木がめっちゃ生えてんだけど。いた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 。こっち方面か。ちょっと迷子になってた。やっぱ向こう行かなきゃダメ。タコいっぱいいる。昼間も動いてる生物は襲って、なんだあれ。岩めっちゃ浮いてんだけど、何あれ。何あれ。ねえ、だから女子受けの話だよ。ねえ、何見たら勉強になるのかな？ファッション雑誌？ねえ、ナッツとか小悪魔アゲハとか。姉アゲハとか。すげえ偏ってんな。雑誌のチョイス。ねえ、アンガンでマイクラ特集とかやんねえかな。女子受けするマイクラとかね。ねえ、なんか女子受けするスキンってのもあるんですよ。このマインクラフト。ねえ、この辺の土が全部ピンクになるんですけど。お、あっち方面なんかありそう。お、なんだ、カワス軍団。よっしゃ、増やすぜ、増やすぜ。ほんとね、この世界に来て、牛とお犬様しか仲間にしてないよ。ねえ、ニューカバス。あら？出ないぞ。あれ出ないんだけど。なんで？あっちは仲間にできないのか。ねえ、こっち方面なんかないかな。ねえ、アンガンでマインクラフト特集とかやるとしたらどうなるんだろうね。お、なんか建造物っぽいのない？あっちに。行ってみよう、行ってみよう。ねえ、彼氏とやるマインクラフト。彼氏とやるマインクラフト。ねえ、マインクラフト、春の模型建築。ねえ、今年はなんか、MA1 来た。あれ？戻ってきてんじゃねえ、これ。ちょっと待って。あ、こっちまで戻ってきちゃったんだ。こっち方面だね、行ってないの。意図せず戻ってきちゃった。冒険を続けよう。どっち方面だよ。何この木。すげえ鳥居っぽい。ここに神社を建てよう。ちょっとね、地図一発で見れるようにしてくんねえかな。こっち方面か。全然見つからねえ。この山を越えた先にきっと人里が広がっているはずだ。世界でした。全然ないんだけど、マジで。どういうこと？この上方面行ってないのか。こっちに行ってみよう。まさか雪の村とかレアなことないよね。なんかマインクラフト実況とか見たことあんのって、北
とか石の村見たことあるけど、雪の村ってないんだけど。お、なんだあれ。あ、ウサギ？キノコ？なにこれ。倒木ってこと？なんか人里の匂いがしますね。こっちか。また道に迷ってんな。ねえ、いい加減出てきてくんないかな。もうパート何回引っ張ってんだろうね、この話で。お？別に人里じゃない、また。全然出てこない。やばくね？全然出てこないんだけど。で、この世界どんぐらい広いんだろうね。今どこにいんだろう。あれ、マーク出てなくない？ちょっと待って、今どこにいんの？地図にも出てないんだけど。何、バグ？地図に表示がなくなったぞ。ちょっとナビ壊れてんよ。このナビ壊れてんよ。僕らの生まれたこの星に人だと探してみないか。マジないんだけど。とりあえず肉食べよう。あ、こっちか。世界の果てにいたんだね。ねえ、世界の果てまで行ってきゅー。マイクラ同好会、宮川はマイクラを始めた。なにこれ、上がれへんけど、あかーん。なんだこれ。なぜこんなとこに肉と毛皮が。お、人の気配感じますね。ここにも木を切った跡があるし、これ人の町の気配ありますね。ついに見つけられるか。お、この奥にもしかしてあるんじゃない。行ってみようぜ。わあ、またお花がいっぱい。なんだろう、パンジーかな。何のお花これ。レンゲソウ。ねえ、うわ、すっげえお花畑だ。ねえ、これやべえ、助手受けすんじゃね。もう助手受けイコールインスタ映えみたいな感じあるよね。これインスタ映えじゃない、これ。もうインスタも映えってるよね。マジマンジ。もう秒で秒。もうピッピから連絡来ない。ちょっと待って。もうピッピから連絡来ないとかじゃなくて、人里がねえんだってだから。またこのひまわり畑。ほとんど世界回ったけど、人里なくない？地図の端まで行ってみよう。こんな近いところに鉄が。これ確か鉄だったよね、このそぼろ。鉄だけ取っとこう。やべ、また日が落ちそうだ。マジべ。やべやべやべ。けー、まだ夜になっちゃったよ。
途方に暮れるゆうなちゃん、果たして次回こそ人里を探すことはできるのか。それではまた、今日はこの辺で終わっていくぞ。次こそ見つけたい。次の動画も期待してくれよな。それではまた。